三門駅を兼ねる不明度の不明殿の内部にある受付三門駅は京都府京都市左京区にある宗教法人倉間寺が運行するケーブルカー倉間山工作鉄道の駅である倉間工作鉄道の山下駅に相当しその名の通り倉間寺の三門をくぐってすぐの場所にある不明殿という1992年完成の仏道が駅舎を兼ねている 一階の正面入り口の正面には仏像が安置されている。牛若公3の時代は一階にケーブル受付という事実上の乗車券売場があり、ここで係員に書道維持寄付金を納めて乗車票を受け取っていた。待合所は一階の右側にあり、乗り場はその奥にあった。待合所にはケーブルカーの案内パネルがあった。この頃の 不明電の2階には展示スペースが設置され、下りのケーブルカーに乗車した場合は必ず、この展示スペースを通って1階に下るようになっていた。上りのケーブルカーに乗車する際は、この展示スペースを通らなかったが、待ち時間等に2階に上がって展示スペースを見学することは可能であった。2016年の牛若広報の運行開始後は、2階に、 ケーブルの待合室と乗り場が移され、かつての乗り場が、下りケーブルカーに乗車した乗客の出口となった。2階にかつてあった展示は、規模を縮小して1階に移され、2階は完全な、待合室となっている。階段を上がった場所には事実上の乗車券である、寄進表を発売する、自動券売機が置かれている。ホームの柱や手すりは、牛若公3の時代は種塗りであったが、改装後は、 黒塗りとなった。ありがとうございます。